海雲砂は、ハサミカクアモンに属する節足動物の分類群の一つ。構成種は、海雲と総称される。胴体は小さく、体のほとんどが足からなるという独特な姿を持つ動物である。名前と、大まかな姿が似通うものの、雲ではない。1300種以上を含め、最古の化石記録はおよそ5億年前のカンブリアキまで、遡る。原生群は 足目の実からなる。世界中の海域に広く分布する動物群であるが、その生態と系統に関しては未だに解明されないところが多い。英名は学名にちなんだパイクナガニドのほか、クモと大まかに似通った姿から一般にシースパイダーと呼ばれる。和名も同じ意味で海蜘蛛といい、他にも皆足類、厚シ類、脚体類,類などと総称される。古くは 夢虫とも呼ばれ、現在では夢虫科にその名が残っている。小さな胴体に対して8本の足は極端に発達し、足を束にしただけのような印象を受ける種類がほとんどであるが、鎧海雲蛛科のように丈夫な体型を持つものもある。天足は微小な1ミリメートルから大型の70センチメートルまで及ぶ。大型種は主に深海や極地に生息する大海雲蛛科の仲間であり、 体長8 5センチメートル足が3 5トルに達する最大級のベニオウミグモがその一例である。体色は色薄いものからアナプラダクトラスエバンジーのように鮮やかなものまで様々である。体の全部は、洗節とそれぞれハサミし、触誌、短卵し、第一脚を備えた4つの体節から融合した合した合体説であり、直後は、 それぞれ一体の足を持つ三つの大切と足を書く、大切が続く。いずれも円筒状となり、外骨格は腹肺に区別されていない。なお、これらの部位に対する区分は、昔今の文献によって異なり、一家の例が挙げられる。ハサミ師、触師、単卵師を持つ部位を、頭部、足を持つ部位を、胴部、胸部、後端の部位を、腹部と扱う。ハサミ師、触師、 短断し、第1脚を持つ部位を、頭部、残りの足を持つ部位を、胴部、胸部、後端の部位を、腹部と扱う。ハサミ子、触手、短断し、第1から3脚を持つ部位を、前からだ、第4脚以降の部位を、後、体と扱う。ハサミ子、触手、短断し、足を持つすべての部位を、前からだ、後端の部位を、後、体と扱う。 特に注目される部分として古典の体型に頭部とみなされた部分は直後の第一脚を持つ第四大説と完全に融合して合体説をなしている。新接触動物の頭部は先説を除いて4説以上からなるという説に従い、特に携帯学上での比較のため21世紀以降の記載論文ではこれらの4説を含んだ合体説を頭部と扱うのが主流である。 本項目では21世紀以降において主流となった身体系について扱う。皆、足目の海雲の基本外部形態。フォックスシャリディアムフェマートムの本体部。ふん、目、ハサミし、第一脚が一つのが大切にあることがわかる。頭部は、先節と前の四つの大切からなり、すべてが融合して一つのが大切を成している。なお、この頭部は、 頭らしい形とは言い難く、第一脚を持つ不死をも含め、特にその不死の構造は、頭部のとほぼ共通していた。頭部の背側は2体の単眼を支えたメキューがあり、単眼が1体や欠如まで退化した種類も、稀にある。なお化石属である、パレオイソプスは、他の海蜘蛛類に見られない、正中線に配置される目がある。海蜘蛛の単眼はすべて中目由来で、 側眼由来のものはない。頭部の前端はよく発達した糞があって、形は円筒状からとっくりのように丸みを帯びるものがある。この糞は通常では三放射相称の構造を持ち、先端は三つの開閉できる構造体に囲まれた逆三角形の口が開いている。ただし水口グモ科の場合、口は糞の先端腹側に開いた縦長いスリット状の構造である。 一部の種類では、糞の基部に関節があり、おかげで糞を体の腹側に折りたたむことができる。この糞は海雲に特有で、その由来や他の接触動物の部位との対応関係は不明確である。他の接触動物に見当たる上唇及びハイポストーマらしい構造は存在しない。頭部は基本として、K4 体の付属子を持ち、 それぞれ先説直後の4つの大切に由来する。ハサミ氏、植氏、単乱氏という古典の体系における3体の東部付属氏及び第一脚からなる。ただし前の3体の東部付属氏は分類群や死有によって成長するたびに対化消失した場合がある。これらの付属氏の有無と構造は伝統的に都ガの同定形質として重要視された。ただし、 この同定形質は一部の都がにおいては、系統関係を反映せず、後に疑問視される向きがある。ハサミシフの付け根の直後にハサミシがあり、これは、第一大説に、由来の、他のハサミ角類に存在するハサミ角にあたるものと、考えられる。ハサミシは、配側内資両側に寄せる角度で備わっている。後者の場合、ハサミシの可動域は幅広く、 往々にして頑強で獲物を握りつぶす機能に適している。通常は3節で先端の2節はハサミを成しているが、柄状の第一施設が2から3節に細分されて、計4から5節まで及ぶ種類もある。ハサミ紙がハサミのない2節ないし短い突起物まで退化し、あるいはハサミ紙を完全に書いている書を持つ分類群もある。フレシバサミ詞に次ぐ、頭部の両側に一体のフレシがある。 これは雲型類のフレッシュにあたるものと考えられる。感覚や食物の把握などの機能を担い、施設数、発達具合、及びフレッシュそのものの有無は分類群によって異なる。従来は4から10つの施設からなるとされるが、最多の10節を持つと思われる大海雲族のフレッシュにおける第1施設とみなされた付け根の膨らんだ部分は真の施設ではなく、 単なる頭部外骨格の延長部であると明らかにした研究がある。これによればフレシの施設数は最多9説となる。単卵子、アナプラダクトラスレンタスの単卵子と第4脚フレシと第1脚の間には単卵子という海雲に特有の細長い付属子がある。発生学と解剖学的構造はフレシによく似かようが、これは雲型類の第一脚に相当の 特殊化した足であると考えられる。普段は体の下に折り曲げ、先端は水黒い用の棘状突起が並ぶ。オスでは乱壊をこの付属肢につけて保護する。施設数は分類群によって4から10節からなる。なお、第一施設の直前に接続する膨らんだ部位も不死とし、施設数は最多11節とみなす見解もあるが、 該当する部位は後に単なるカシラ部外骨格の延長部であると判明しており、この見解は否定的とされる。通常は死ゆとも単乱死を持つが、鎧海グモかと細海グモかなどでは、メスが単乱死をかく。鎧海グモ族のナラーバイジャー族では、死ゆとも単乱死をかく。アナプラダクトラスレンタスの胴部、両側の分岐らしき構造が接客突起である。 頭部に当たる部分は幅が狭く足の太さとほぼ変わらない。基本として3つの動説からなり5から6体の足を持つ種では足の数に応じて4から5節まで増やす。角動説は通常では明瞭な関節に分かれているが直前の頭部をも含んで全てが融合した例もある。角動説から1体ずつ横からやや延長し接客突起として足に接続する。 化石属のパレオイソプスとパレオパントプスでは、節脚突起と足の接続部が数個の幅狭い、関係説らしい構造を持つ。インディススピーノーザの第一脚脚はとても発達しており、体の大部分がこの付属肢からなる。通常は4体で、頭部第4節から頭部第3節まで備わっているが、後ろから1から2体の足を増やし、計5体や6体を持つ種類も稀にある。 各足は、主に八つの施設によって構成される。基部は、第1季節、第2季節、第3季節の3節があり、そのうち、第2季節は、生殖口を持ち、通常は覆面に開く。それ以降では、桃節、第1形節、第2形節という発達した3節が続く。終端は、節と後節の2節を持ち、節は、多くの種類では、 施設に比べて幅狭い。施設の先に一本の爪があり、その付け根の上側が、さらに左右二本の短い副爪を加えた、分類群もある。八本足を持つという点からクモ型類の、ハサミ角類を思わせるが、単卵子の存在によって、これらの足の対応関係はクモ型類のものとは一説、ずれていて、順番は相当でなく、特に第四体の足は、 他の原生はサミカク類に足を持たないと体第一節に代用するとされる。腹部に当たる部分は皆足目ではごく小さく大節が見られない粒のような部分であり、微端は肛門がある。ただし一部の化石種では腹部は比較的に発達し複数の大節と一本の微節を持っていた。海蜘蛛の消化系。中長は足とハサミ蜘まで入り込んだ分岐を持つ。 フンは筋肉質で内側はフィルターらしい専門構造が並んでいるが確実の機能は不明である消化管は枝分かれして足とハサミ歯に入り込んで多くの種類ではこれらの付属歯の先端近くまで伸びているフレッシュと単卵歯ではこのような消化管の枝を描く生殖腺は対鼓の背側に張り付きこれも枝分かれして足に入り込んでいるメスの場合 卵巣は足のもも節に収納される。他の節足動物と同様に、はしご形神経系を持ち、食道を囲んだ脳とそれぞれの足に対応する神経節が対抗の覆面に走る。最終動節の神経節の直後にあり、腹部由来と思われる対価的な神経節は、陽性の段階で一時的に見られ、発育が進んでいるたびに動節の神経節に吸収される。 海雲の多くの臓器は足に収納されており、多くの生理的活動も足が担う。エラなど独立した呼吸器官はなく、足の多硬質な外骨格を通じて、直接にガス交換を行う。頭部にある細い心臓の脈動で流動できる血リンパの範囲は足の基部にしか及ばない。そのため、足にある 大部分のチリンパと酸素を胴部に行き渡して全身の血液循環を果たすには足に入り込んだ消化管の枝が波移るように順調をよく伸縮して血リンパを流動させるという独特な方法を通じて行う。海雲のこのような足と消化管の枝はそれぞれがエラと心臓のような機能をしているとも形容される。また生殖口と生殖腺は足にあるため 産卵と縫製も足を通じて行う。性的ふたなりとして、オスはメスに比べてやや小型となる。鎧ウミグモ族と細ウミグモかなどの場合、メスは単卵子を描く。明確に雌雄を区別できる特徴は、生殖口にある。オスの生殖口は微小な穴であり、二重構造を描く場合もあるのに対して、メスの生殖口は大きく、往々にして二重構造を持つ。 生殖口の数も往々にして死ゆが異なる。遊派族によって、前の数体の足が生殖口を書く場合があるが、メスは一部の例外を除いて、すべての足に生殖口を持つ。また、桃節に備わる、セメント船はオスに特有の機関である。メディアを再生する歩く、海雲運動は緩慢で、多くの場合、海底の岩や海藻、珊瑚礁などにしがみついて、 ゆっくりと動く、低性動物であるが、足を連動させて泳ぐこともできる。軟体動物や四方動物に寄生するもの自由生活のものなどがある。とっくりウミグモ属では、普段が足を平たくたたんで体積物に潜む。いくつかの種類は、四方動物、海面コケムシなどの付着生物に興奮を差し込んで、体液を吸収することが知られているが、 他のものについては、植生が明らかになっていない。一部の種からは、口が金魚のように開閉する様子が観察されており、これは、露化接触に関わる動きではないかと考えられる。また、大和トととっくりグモについては、2020年に、鳥羽水族館で飼育されている個体が、イソギンチャクを捕食する様子が確認された。古い文献では、フで二枚貝を殻を突き抜いて捕食し、 クジラに寄生するという文章記述もあったが、どれも、懐疑的で、特に後者は単にクジラジラミのご同定である。天敵と自衛手段に関しては、ほとんどが不明である。魚類やカニなどの肉食動物に枯れることは稀にある。ものの、すぐ離されている。少なくとも、鎧海雲か科の一種パイクながら無理取らる。代表は時折に、エボシガイなどの付着生物がくっついて、場合によっては、 海雲の呼吸と運動に悪影響を与える。放乱中のオスは、通常の個体に比べて捕食者に狙われやすく、付着生物にくっつけられやすいことを示唆する研究がある。また、一部の種類は、リクデリア族の寄生性副足類に宿主とされることが知られる。艦隊から熱帯の海域、長艦隊から数千メートルの深海まで広く分布する海生動物である。 その中でも南極と阿南極の海域に生息するものは260種以上が知られている。エイクリアスピーノーザのプロトニン本養生繁殖は体外受精を通じて行う。受精のたびにオスはメスに抱きつき、お互いの生殖口が近づけるようになる姿勢をとる。この姿勢は通常ではオスがメスの背中に乗るがアナプラダクトラス族のようにオスが裏返して、 メスの腹側に張り付くなどやや異なった例もある。メスが足の生殖口を通じて卵を生み出し、オスがそれを受け取ってセメント線から分泌した粘液で卵のを単卵子に粘りついて世話にする。他の繁殖行動はほとんどが不明であるが、いくつかの種類からはオスがメスを追いかけ、メス同士のオスを奪い合うための闘争行為が確認される。発生は 甲殻類のノープリウス陽性に似通っている。初年の妖精は、プロトニンフォン陽性といい、体は丸く、多くの場合は、ハサミ誌、触誌、単卵誌という全3体の付属誌のみを持ち、フレシと単卵誌は生体らしからぬ爪のような形を取る。成長に伴い変態をし、足を持つ体節を増やしていく。原損種の普遍性に反して、化石、海グモ類の発見は、 非常に稀である。特に中世代以降の化石記録は長い間に書いていた。ただし原生種に比べると、古生代の海雲類は体制的に多様であり、これは主に腹部の構成から明瞭に見られる。キャンブロー・ピーク・ナガン・クラウス・ムアリリーとハリエステス・ハリエステス・ダソスの復元図。ほとんどの化石記録は古生代によるものである。基地最の化石は、 およそ5億年前のカンブリア気候期まで遡るキャンブロー・ピーク・ナガン・クラウス・ムア・リリーの陽性化石である。このプロトニン・フォン・陽性は付属子の基部内側に突起を持ち、体の微単に一体の長い付属体があるなど、原生群に見当たらない形質を持つ。この化石の海モ類としての形質を疑う研究もあるが否定的と評価される。キャンブロー・ピーク・ナガンについては、 およそ4億5000万年前のウルドビス気候期に生息したペイリオモラクニーグランダタがある。この化石種は断片的な本体部しか発見されていないが、頭部は他の海雲類に全く見当たらない大切らしい痕跡を特徴とする。シルルキ前期のハリエステスは3 5ト、mm、ルの小型種であるにもかかわらず、保存状態がかなり良好な化石によって知られ、 完全な生態化石を持つ海雲の中では基地最古の種となる。本種は四節からなる大きなハサミ種とたくさんの合毛が並ぶ足を持つが、全面の体制は原生群と共通している。なお、腹部は原尊種のように対価的であるものの、三つの大切にあることを示唆する構造が見られる。デボンキ、パレオイソプスペイリオイセパスプロブレマティカスの化石と復元図。 フラジェラパンタパスブロッキーの化石の解釈図、デボン期前期の地層フンスリュック年番岩からは、比較的に多くの化石、海雲類が発見されており、パレオイソプス、パレオパントプス、ペイリアシア、フラジェラパンタパス、ペンタパンタパスの5族が知られる。現存種とは、かけ離れている形質を持つ化石種は多くがここで知られており、海雲類の系統における体制の多様性を大きく、 拡張した。パレオイソプスは特に代表的で、多くの化石標本が発見される。この種は、4節の長い腹部と健常の微節、遊泳生活に適したヘラ状の足、特化した第一脚5節からなるハサミ石など多くの、得意な形質を持つ。パレオパントプスとフラジェラパンタパスブロッキーは、短いながらも数節に分かれた腹部を持ち、特に後者は、 胴長の2.5倍に達する、無地状の長い微節を持っていた。ペイリアーシアデイオリカは、明らかに皆、足目の海雲類として判断できる、初の化石種である。10本の足を持つペンタパンタパスバグテリーは、発見史上初の化石ターシウミ雲類として知られる。中世代ジュラキの海雲キャラセバントッポーダス、ボイスネンシスの化石。中生代ジュラキによる化石記録として、 かつては、デンタピリーピークロン・インカンスピキュアとパイクナガナイツ・ウンキナトゥスという2種はあったが、いずれも単に海雲と見間違えされた10脚目甲殻類のフィロソーマ陽性の化石であると後に判明した。こうして実際が長い間に書いている中世代の化石記録は2007年に公表した3種のジュラキによる新たな化石、海雲類の発見が、 本格的に初の記述となる。常述の多くの古生代のものとは異なり、これらの化石種の体制は原存種とほぼ共通し、疑いなく皆、足目として分類できた。それぞれの種は、イソウミグモか、オオウミグモか、ミドリウミグモかに類縁もしくは外当のトガに属する種であると考えられる。2019年、前日の種より、少し晩期の地層から、新たに、 キャラセパントッポダスノネスと、原生のくユリスイドのトネであるかもしれない。ユリスイドゴーレムが記載された。2019年現在、中世代の海雲はこれらのジュラキの化石のみによって知られ、直前の化石記録に比べても2億5000万年ほどのギャップを開いている。2015年まででは、79族1385種の海雲が記載される。 唯一の原生目であるミナ、アシメと、それぞれ一種のみからなる三つの化石目に分かれ、他にもいくつか分類が明らかになっていない化石種がある。これらの群のお互いの系統関係については、文献によって様々な見解が与えられており、定説はないが、パレオイソプスとフラジェラパンタパスは、基盤的な海雲類である説は、比較的に広く認められる。べての原生種が属するミナ。 足目は昔今の見解によって9から11間に区別される。その内部系統関係は議論的であり、分子系統学的解析に再編成がなされている、向きがある。特に外部形態に基づいた従来の9かの一部の単系統性と同定形質の有効性は後に疑問視される向きがある。例えば、かつては類縁関係を推測できると考えられた。 東部付属詞の対価具合は、分子系統学的解析によると、これは多くが複数の群から独自に獲得した特徴であると示唆される。水口海雲蛛か、鎧海雲蛛か、大海雲蛛かの3群の他の群からかけ離れる。系統関係は広く認められ、2020年では、そのうち水口海雲蛛かは最も基盤的な海雲蛛で、残りの2群は、異貌海雲�かと単系統群になる。 系統関係が有力視される。カニの手海グモ科は、夢虫科を除いた側系統群であるとされる。2018年現在、ニア目6条か11課からなる分類体系は以下の通り。なおこの分類体系は、常実の分子系統解析に示唆される系統関係を適切に反映していない問題がある。2010年代の現在で、 どっくりグモ科と薄いロミグモ科の種類は、形態に基づいた伝統的な分類体制では、それぞれが、イソウミグモ科とかニノテウミグモ科に含まれた。しかし、分子系統学的解析では、いずれも該当するとかの種類とは、当園の別系統であると判明し、後に区別された。カイアドリウミグモなどを含んだ、カイアドリウミグモ族に関しては、伝統的に夢虫かやイソウミグモかとする意見が、 あったが、分子系統学的解析では、とっくり海雲蛛科に含まれ、カニの手海雲蛛科と、夢虫科の姉妹群、緑海雲蛛科の姉妹群など、様々な結果が出ている。旧科からなる伝統的な分類体系は、以下の通り。古くは、海産の雲蛛類や著しく特殊化した、甲殻類ともみなされたが、いずれの見解も後に否定的とされる。通常、 海雲類は、ハサミカク類の一項として分類されている。しかし2000年代初期での分子系統学的解析では、海雲類の単系統性は強く支持されるものの、他のハサミカク類との類縁関係は大きく、動揺された。2000年代以降の分子系統学的解析では、様々な結果が出ているが、従来通りハサミカク類に属とし、他のハサミカク類と姉妹群になる。 系統関係の方が多数派であり、特に2010年代以降の系統解析から再び指示が得られる傾向がある。もう一つの広く知られる遺説は、海雲類はハサミ角類に所属せず、残りすべての原生節足動物の姉妹群になるという系統関係である。他にもク雲型類に含まれ、そのうちダニ類や小より虫類に近い系統関係が与えられたが、これは 系統解析に用いられる最大節約法のアーティファクトの結果として疑問視される。また、海雲類は新ハサミ角類に対して基盤的である系統位置は広く認められるが、基盤的なハサミ角類とされる化石接足動物との関係性ははっきりしない。ハサミ角類説とコウマガニーダ説はいずれも分子系統学以外に 形態学と発生学的根拠が挙げられる。前者は、第一体の付属子は、基本として、ハサミ型、付属子の構成と相当性に支持される。後者は、上唇をかき、生殖口は各足につくなど、海モル以外の節足動物に見当たらない形質が挙げられる。しかし、後者の形質については、項曲がにいい打説を支持できる、節足動物の共有原子形質化。 もしくは単なる海雲の派生形質なのかどうかは不明である。また、口術のハサミ氏が全大脳に対応する見解も、コウマガニーダ説を支持する証拠とみなされたが、その見解は後に多くの研究に否定されるようになった。様々な新ハサミ角類のハサミ角海雲のハサミ氏は、通常では新ハサミ角類のハサミ角に、騒動の付属種とみなされる。 しかし、ハサミ氏に対応する神経は、全大脳の前に備わるように見える。この特徴に基づいて、海雲のハサミ氏シはシ、ンハサミ角類のハサミ角に、相当でなく、むしろアノマロカリス類などの全部付属子に、相当ではないかという見解があった。しかし、この見解は、公表される後で、多くの研究に否定的と評価される。ホメオティック遺伝子発言や、 神経発生と神経解剖学的再検証は、ハサミ氏に対応する神経説は前方に曲がった中大脳であることを強く指示する。したがって通説に戻り、海雲のハサミ氏と新ハサミ角類のハサミ角は相動機関であるとされる。また、単乱誌の対応関係も議論されていた。これは新ハサミ角類の第一脚に相動とみなすのが、 通常の判断であるが、別の二つの異説がある。一つは、単卵子とフレシの解剖学と発生学的、共通点や一部の軍での基部がお互いに密着するなどの形質に基づいて、両者は同一大切に起源で、単卵子は重複したフレシであるとみなされる。もう一つは、 前者の自らのフレッシュとの同一起源を否定しながら、上述のハサミ種と全大脳の対応関係に基づいて、新ハサミ角類のフレッシュに相当であるとされる。しかしホメオティック遺伝子発言は、通常の判断を支持し、これらの遺説を否定している。通常は、人間の日常生活とは関わりのない動物であり、人間活動が、海雲類に及ぼす影響も明らかになっていない。 なお、妖精が2枚以外に寄生する日本の海リウミグモに関しては2007年で東京湾の干潟において大量発生し宿主とされるアサリの大量死に至って漁業被害を与えた。海モ類自体は馴染みの薄い動物であるため当時において本種は各メディアにアサリに入っている変な虫と報告された。また、その性質により 漁業者たちから海の吸血鬼と呼ばれて忌み嫌われているとされている。ありがとうございます。